にちは。こんにちは。トミーです。ノブです。今日はですね、はい、八幡市民会館全日系ホールに、はい、来ております。はい。今日ですね、紹介させていただくのはですね、この海遊展 in 八幡、アート海遊展 in 八幡というのがですね、9月の28、29と行われますので、ちょっと予行演習を兼ねてですね、体験をさせていただこうということでやってまいりました。この全日系ホールから出発しましてですね、いくつかこう回るところが決まっていますので、こちらの方をですね、ノブと2人で、体験をしていきたいというふうに思います。この土曜日の八幡ガイドツアーコースってやつですね、はい、今回特別に予行練習させていただけるということ、はい、特別にね、特別に、はい、ぜひ当日こんな感じなのかなっていうのをですね、はい、分かっていただけるように、ちょっと魅力をアピールできるように、はい、はい、と思っております。今日はね、ちょっと暑いですけど、そうですね、台風が過ぎてね、すごい暑くなっちゃいました。はい、どれぐらいなのかな、ちょっと歩くと、はい、まあ、2時間弱ぐらいのコースなんでしょうか、はい、大丈夫の歩けるかね、はい頑張りたいと思います。頑張りたいと思います、はい。それじゃあ、はい、今日、はい、今日はですね、はい、この海遊展のですね、はい、実行委員の方とですね、そして、当日案内をしていただける地下案内員のね、会の方にも同行していただきますので、ちょっと紹介をさせていただきたいと思います。はい。それでは、はじめまして、大波佐間と言います。海遊展八幡の実行委員をやっております。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。ボランティアガイド市川案内人の会の宇都宮と申します。今日は暑いですけど頑張って歩きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ということでですね、今日はこの4人で、行きたいというふうに思いますので、ちょっとお付き合いをいただけたらというふうに思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、早速ですけど、はい、今日のコース、はい、どんな感じで回るかを、あ、はい、最初に、そうですね、ここ、全日系ホールから、葛飾八幡宮、うん、まあ、すぐ近くですね、すぐそこですね、葛飾八幡宮で、白旗天神殿、はい、で、東座露伴終焉の地、はい、妙の院、妙の院で、長井家府終焉の地で、平成八幡で、はい、ゴールと。はい、はい、地元に住んでおられる方はね、もうよく知っておられるところかもしれませんが、知らない方もたくさんいらっしゃるかと思いますので、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと枝が大変、これが千本イチョウで、国の天然記念物に指定されているあのイチョウの大きな木ですね。樹齢が1200年以上と言われています。ご覧のように、真ん中の一番太い木があの落雷で倒されてしまったんですね。するとそれを囲むように小さい枝がたくさん周りから立ち上がってきて、それで千本絡み合っているように見えるというので千本イチョウと言われています。ご覧になれるかどうか、あそこの一番屋根の下のところに八幡ガラスが掘られているんですけれども、あれ3本足のカラスなんですね。今はサッカーの、ね、シンボルマークとして使われていますけれども、神武天皇が京都から東国の方にいらっしゃるときに道案内をしたカラスだと言われているカラスですね、八幡ガラスですね。はい、これが川上を糸くしといって、はい、今梨の大変おいしい時期だと思うんですけれども、うん、梨を一番先に作ったのがこの葛飾八幡宮の境内で始まったと言われているんですね。まあ、川上善六という人がここは砂州状の土地なので砂地なんですね。で何か特産物を作りたいと言って、まあ、梨がいいだろうということで梨を作っている大垣の方に1年半ほどこちらで梨栽培を習ってきて、修行してきたんですね。そうですね。で最後にはその梨の
苗木を何本か持ってきて、この葛飾八幡宮の中で試験栽培をしています。それがうまくいったので、はい、今見てきた本殿の裏の方に大勢のお寺だったんですが、そこの中にそこにあるような梨園ですね、梨園を作って梨を。21年、戦後すぐ間もない頃ですね。で実際は2年間住んでて、22年の7月30日に亡くなっているんですが、いらした時は78歳、糖尿病があり、目は白内障、耳も聞こえにくくて、もほとんど外を出歩くことはなかったといいます。で亡くなった時は露伴の家の前は車が通らなかったので、ここの白旗神社に霊柩車を置いて、でここまでご遺体を担いできたということです。これが白旗天神と呼ばれているところで、1180年の頃に源頼朝が石橋山の戦いに敗れましたよね。で真鶴から船に乗って南阿波、房総半島の一番南ですね、そこまで船で来て、それから、上総を通って、で下総のここまで来たわけですね。あと中に変額、勝海舟の書いた変額が、行ってますか。はい。中に。中がここに来た時に書いたという。そうなんですね。これが長井家風の文学碑なんですが、松茂、生垣、続き、花香る、菅野は下にも美しき里。長井家風は露伴よりも2週間ほど前に、昭和21年の1月の16日ですかね、こちらに越してきました。で13年間住んでいて、最後亡くなるまで市川に住んだんですけれども、その間に4回の家を変わっています、いずれもここの白旗天神社から歩いて10分ぐらいのところなんですね。でまあ、昭和21年ですからね、冷房なく夏の暑い時にはよくここの神社に来て木の木陰で読書をしていた、まあ、そんなのを見たという形が伝わりましたね。この辺の木陰にいたんですかね。ねえ。この奥に児童公園があるので、子供たちがよくおじいさんが来てるよって言ってたそうです。あ、なるほど、なるほど。そうですか。あ、家具周辺の地で、まあ、こんな平屋建てのお家が建っていたんですね。本田成幸っていうのは本名ですね。で夜になると星のある日は星が屋根から透けて見える、雨が降ると雨漏りがするというような古い家だったそうですが、それでも小田彩さんに言わせれば、この前は伊東の旅館に疎開していたんですね。で旅館ですから、トイレもお風呂も一緒、からお台所も一緒で、みんなに気兼ねして過ごしていたのが、ここは古いお家だけれども、それでも自分たちだけで暮らせるので、とてもありがたかったっていうようなことを書いてますね。それからでもやっぱり細い道だから霊柩車入ってこれなかったんだな。そうですね。で、すぐそばに家風は住んでいたんですね。でもちろん葬式、露伴のことは大変敬愛していたので、葬式の日もここまで来たんですが、まあ、自分は喪服が焼けちゃってないので、普通の洋服着てると言って、ここの門前で弔意を表したということで、中まで入っていかなかったっていうようなことが、交流はあったんですね。ここだ。これが妙の院というところで、将門伝説の残っているところです。
京都の菅野道信という人が奥さんと一緒にここまで来て、で正門が大野の出城にいたと言われているので、そちらの方にその奥さんが大変綺麗な人だったので内室としてそこに入ってもらって、で亡くなった時にそのここの周りの人々たちがじゃあここに色の色を立てて祭りしましょうということで残っています。街はあれですね、迷路みたいですね。うん、本当ですね。小道が多いですね。すごい。こんなどうですか、こんな道、中入っていくこともないと思いますが。いや、今行くところは、長井花粉の周辺の地区にいましたね。以前に行きました、ね、三谷牛肉店さんの、まあ、場所的にはちょっと裏側の方に入っていったところになるんですね。こちらですか。長井花粉の終焉の地です。昭和32年から34年まで2年間まで住んで、ここはあの土地を買って花粉が自分で落ちるところです。浅草に行った時に体調を崩して、それからは、うん、あの外に出歩けなくなってしまったので、うん、お昼にここのすぐそばにある割烹の大黒屋さんというところに、毎日のようにそこでカツ丼と上司と上司に、同じ席で召し上がっていたと。いやだけどこの場所はちょっと本当に案内されないと来れないですね。これだけ小さな道だとね、わからないですよね。はい、ということでですね、時間にして2時間弱ぐらいでしょうかね。歩数を数えますと大体5000歩ちょっとぐらい、でしたけれども、当日もですね、ホテル一緒に歩いていただきました、ちょっとねご一緒していただいた、方々からですね一言ずついただきたいなというふうに思います。お疲れ様でした、今日は、まあ、触りだけ待ってもらいましたけど、当日はちょっと不録があるかなもしれませんのでお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。当日はあのいろんなイベントもやってますし、それからスタンプラリーなどのお楽しみもありますので、そんなところにもちょっと足を伸ばせたらいいかなと思っております。はい、ありがとうございます。ノームから何か言うことありますか。はい、そうですね、全然行ったこともないところばっかりだったんでとても勉強になりました。長く市川に住んでいても分かんないことはいっぱいあるなということで、はい、大人も楽しめるということ、大人の方が楽しめるんじゃないかなという感じですね。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。4月の28日、はい、回遊展で、はい、はいですね、はい、私たちもちょっと突撃取材に、はい、行ってみたいなというふうに思っておりますので、はい、もし見かけた方がいらっしゃいましたらぜひ声をかけていただければなというふうに思います。ということで今日はこの辺で、失礼をしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。当日も楽しみにしております。よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。